豪邸な会話が抑え込まれたらどうする、動くのか前へつけるのか。キングオブ SG 第26回のグランドチャンピオン渡野をこう混戦抜けて、誰が最初のファイナルパスポートを手に入れるか。ピットマネで抑え込まれたが、前方側に地元の赤岩芳雄、絶好型ランから印象、岡ではリラックスムード、静かなる闘志は出足は完全につきました。1号艇の留守島誠です。今日はやや覗いていったか、衣装以外のテクニシャン繰り出す技は果たして何か。重成和人、ここ一発驚異の破壊力を披露は白井英治、主将の3コース横につけるミスターガラゴーリの復権をかけ、魂の舞はホームコースの赤岩義を4コーススローです。ダッシュの五角線、もつれから抜けるうまさの川崎マジック、川崎智之、そしてすご技異次元ターンで抜けるだけの根節ターン回り系統来ています。茅原勇気、雨がばらつき始めている水面上、最初の準優4対2、1番から3番5番ダッシュ、4番6番の進入です。天狗耐久です。スタートしました。カトローグ4号艇の川崎と奥谷2号艇ダッシュが手が脳添えていく。2号艇の重成、留守島インでブロック、3号艇まくりざってくる。2号艇重成をつけるバックに入った。2人絡んだ。この間2号艇の留守島海賊ボールインで、そして後方から5号艇赤岩、6号艇の田中辺りが出てくるが、2号艇センターの重成、さあ、ただ望んでいたように今日は行き足系と来ているから、9号艇赤岩ハイパワー潜り込んだ。開いて2号艇クロサクション、2号艇キックの重成、3番には2号艇の赤岩で、さあ3号艇の白井刑事の外追加、上段から1番からと抜けたのは留守島と重成の2人であります。豪邸の白井英治が内寄りから忍び寄り、5号艇開いてくる。豪邸の赤いは内をめがける旋回も、3号艇の白井英治の巧み、今度はラップ状態に変えた3号艇の白井英治ですが、2コースは5号艇の赤いは女子をラップ状態、だから突き抜けます。最初号艇の留守島誠、2号艇の重野和人、3番手のリスケルバーと3号艇の白井英治、ほぼ一流迫力満点。5号艇の赤いは何から、おっと残念、後方では茅原勇気、現在過小状か。なお残念ながら6号艇の茅原選手は失格、茅原選手は失格となりました。3番手の下手な3号艇の白井英治が優勢で、1桁3の体型です。高専携帯1号艇の留守島のこと、2号艇の重成が覗いてプレッシャーを入れて1回、留守島重成が勝ち上がるか。先頭1番と留守島のこと今1着取り、2着で2番の重成、3着3番の白井、5番の赤井は4番の川崎五輪、なお6号艇の茅原選手は失格です。第9レース準優勝戦インカロースキッティ1着1号艇の留守島誠選手、2着には2号艇の重成和人選手、3着には3号艇の白井英治選手が粘りました。1番2番3番で確定となります。揺さぶりをかけたピット離れは井口、気流は抑え込まれてやや外寄りでの待機行動です。暗雲が垂れ込め、雨が降ったり止んだり、メンバーは6分の2の可能性に視界を置こうとしたい、勝って気分快晴といきたい視点ではありますが、2つ目の準優勝戦です。今節は息っぷり軽快に飛ばしました。ここも一気に魚谷智之、まずは俺が決めて兄貴へのリレーです。篠崎仁志、そして主将の3コース、今日こそフルダッシュで威力の本領、いや今日はターンも力強い池田浩二、出足を生かして展開ジャストミートが前田翔太、揺さぶりをかけたビット離れ、乗ってきたにはやります、スタートもぶち込みます井口義則、
創生仕上がりに不足はありません。スピード強行戦、6コースからでも面白み十分な桐生純平です。4号艇の前田翔太から3車が下がりました。4角に前田翔太、インは魚谷智之。10秒前と迫った2つ目の順入、1番か番3番4番6番5番の進入です。スタートしました。3号艇の池田浩二フルダッシュ。1号艇トップタイミングは池田だが、1号艇の大谷もダッシュがついた。3号艇の池田浩二はまくり、1号艇ブロック、大谷バックへ入った。池田浩二は2番艇、3番手としてはセンター4号艇の前田翔太が一歩前でありますが、3号艇の池田浩二は1号艇の魚谷のアウトに構えて2マーク勝負。前提スターター正常、突き放しが1号艇の大谷。3号艇池田浩二フェイント変化の差しクロット4号艇、しかし3号艇池田浩二かわした。3番手4号艇の前田翔太がこらえて、上位は1番3番4番の体型です。バックでは3号艇の池田浩二も嫌な距離にはつけていたが、1号艇の魚谷は突き放した。3号艇の池田浩二がっちり2番手キープ。4号艇前田翔太3番手、2号艇を回して5号艇桐生純平、早速で全開でありますが、4号艇の前田翔太3番手は持っています。5号艇の桐生純平と2号艇の篠崎仁志、ラスト6号艇の井口義則が続いています。向こう上面からボートが返されて、上位は1番3番4番で大時計前を通過していきます。ラスト 600m の攻防に向かいました。やや覗き気味の3号艇の池田浩二をしっかりと引きつけて、1号艇ブロックしながら回った巧みに両谷智之。次3号艇の池田浩二アタック、5号艇しかりながら4号艇の前田翔太これをかわせ、2号艇切り込んだ篠崎も追加、じりじりじりと2号艇の篠崎仁志。4号艇の前田翔太に猛追仕掛ける2号艇ラストターンマーク。2号艇思い切って外に出した2号艇の篠崎、ここから5号艇も絡んでくるが、4号艇の前田のところ2号艇、しかし4号艇の前田翔太踏ん張った。先頭1番の魚谷五輪、2着で3番の池田、4番の前田が3着、2番の篠崎、5番の桐生、6番の井口五輪。第10列の確定は1着1番、2着3番、3着4番以上です。超豪華、仕上がりも強力、最高の戦いを展開してくれそうな SG グランドチャンピオン。準牛の3つ目の高カード第11レースが始まっています。激戦かいくぐり、得点トップポールトゥーウィンで決めたい瓜生正義、1番人気に押されています。フェラは今節眺めて多少叩いてレースに集中の山崎智也、展開ホールインワンでねじり込むか太田和美、中盤戦は攻撃一辺倒の篠崎元司、カラゴーリーファイナルの顔的存在、その強さのほどを披露か坪井康晴、再びこの水面で SG ファイナル夢舞台へ下城雄太郎です。上空からは雨が落ちます。観戦のファンの皆様の数が少ない、雨に打たれても見たいレースがここにあります。準牛ファイナル、ルリュー山崎太田、太田が後方に下げての3カド戦となり、2対4、篠崎4コース5コース坪井作業トロフィー予定下城、3カドに太田、1番と番3番4番5番6番の進入です。しました。3号艇の太田出しがついた、2号艇抵抗引っ掛ける、1号艇の龍、2号艇出ていった山崎まくる、4号艇のまくり雑誌か、おっと1番4番絡んだ、2号艇先制まくり成功は2号艇の山崎智也、1号艇の龍が手前、3号艇インコースから3号艇の太田和美、前提サーバー正常でした。2号艇の山
山田のまくりがかかり1号艇の雨竜が決まって3号艇の太田せりかけるのめり込む1号艇からした雨竜のリーダーのクライザーが続いております。総体制に持ち込んでいく2号艇の山崎智也、続く1号艇の雨竜正義、3号艇の太田和美が3番手、6号艇の下蔵、4号艇の篠崎イラスワール、5号艇の坪井という展開であります。楽へクリアします。3号艇の山崎智也、1号艇の海生正義、3号艇の太田和美が3番手、2番、1番、3番体系です。新入陰疲労庫を3角に持ち込んだ3号艇の太田の好ダッシュですが、抵抗引っ掛けながらボードを乗っけて自らが先に動いての公開まくり2号艇の山崎、1号艇の海生が2番手、3号艇の太田が3番手、2番、1番、3番体系であります。という格の前を通過、残り 600m、 最後のバック2号艇の山崎徳也がクリア、1号艇の風流が2番手、3号艇の太田、新入駆け引から伊勢高雄市の3番手、後方6号艇の下条雄太郎、6号艇の島津元市安和5号艇の坪井康原が続いています。今最終コーナー回ってくる山崎智也、風流正義に3号艇の太田和美、3つ目の準優勝戦第11レースはゴールまであと 50m、先頭様の山崎智也、5人、2着で1番の雨竜、3着3番の太田、6番の下城、4番の篠崎元志。ラストで5番の坪井、5人。雨に打たれながらも大観衆が見守り続けた水面、ね、はい、激戦が予想されましたが、3角、ここでも沸きましたけれどもね、沸きましたよね。